青春を謳歌していないキャラクターとして森戸さんが、すごくダサくて全然ダメダメなキャラクターっていうことで最初登場して、 VR ゴーグルをつけて VR の世界でモーニング娘。たちにメンバーたちに出会って青春を謳歌するっていう設定の、コンセプトになります。その抜けてる面がこっちに向くといいですね。あ、そうですね、はい、そうですね。もうちょいこの辺、そうです、この辺見てからこっちに目線を移して、あ、はい、あっていう表情、はい、ビューン、はい、オッケー、ストじゃあ後ろに下がっていこう。森戸さんが VR の世界に行った時にもうそのままの服装で来ちゃうんですけど、横山さんと加賀さんがそれぞれ、ヘアメイクさんとスタイリストさんに扮してもらって、森戸さんを仕立ててあげるっていうちょっと素敵なシーンというか、こういうの好き。よーい、スタート。よくやる。映画みたいじゃない？待って、タイム、タイムお願いします。タイムさん、お願いします。やっぱり演技が大変です。演技力が試されますからね。すごい楽しいんですけど、そう、楽しいけど、あんまりふざけちゃうと怒られちゃうから、ふざけない演技っていうのが難しい。でもコミカルにみたいな感じが。なるべくカメラ見たいんで、そう、こう後ろ、ちょっと後ろ目からこう、こうか、そうで、こうカメラが鏡だと思って、そう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 ポン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 カメラ、ポンポンポンカメラ、ポン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 カメラ、ポン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 カメラ、そういうのやっちゃうから、途中でバーッて見るのね。で首を持ってグッてカメラに向けて、そう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 、ちょっと前見てみたいな感じ、ちょっと、真顔気味に、そう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 、前前前前楽しそう、メイクするの。これ見たらやりめしちゃいそう。あ、かわいい。スタイリストさんかっこいいな、カエディ。嬉しいね、ダンス、
まあ、デジタル空間のような、仮想空間の、まあ、模様だったりとかグリッド線だったりとかを、まあ、ワイドアングル、ワイドのレンズで、突っ込んだりとか横に動いたり、結構立体的なカメラワークっていうのを意識して撮りました。こちらからこうやってくれっていうのをそのままやってもらうようなシーンじゃなくて、まあ、本人たちにもすごく考えてもらって、あの次誰が行って、じゃあ私こうやるねみたいな、そういうやり取りを見ててすごく、あの見てる側も楽しかったですね。初めてこういう衣装を着て、そういうなんかちょっとお芝居じゃないですけど、なんか演技チックなこともやったりだとか、もうこの格好してるんで常に笑っちゃいそうなんですけど、あのふざけすぎちゃう、あまりにもここまでやりきったら本当にふざけすぎちゃうんですけど、こうふざけるのと真面目にのこの間を行くのがすごく難しくて、こう一つの映像の中でギャップをすごく楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。